手話を広く知ってもらおうとナンションでスタートしたみんなでつながる手話ワーワーのコーナーです。今日も一緒に学んでいきましょう。今日学ぶ手話はこちらです。宿題終わった、今急いで、ね、終わらせてる子もいるかもしれませんね、はい、宿題はまず左手をパーにしてちょっと斜めに、はい、あの家の屋根をイメージしてください、はいはいはい、で右手は人差し指と親指をくっつけて、うん、ペンで何かこう書く様子ですね、うん、文字を、はい、なので、はい、屋根の下で書くので宿題。そういうことか、家で勉強するからね、はい、そういうことです、うん、これが宿題、うん、で終わったは両手を、はい、パーにした両手をすぼめます。下にちょっと引きながらすぼめる。で終わったは疑問形なので相手に手を、はい、向けて開きます、うん、なので、はい、宿題終わった。はい、顔やってみますよ。せーの、宿題終わった。もう一度、はい、宿題終わった。顔だから顔がみんな、はい、連鎖していってますね。わかりやすい。でまだって答えるとき、うん、聞かれてまだって答えるときは、はい、左手をパー、うん、そして右手もパーなんですが、うん、垂直に向けて、うん、左手にはくっつけない位置で2回振ります。まだ、はい、まだだよってやってみますよ、はい、せーの、まだ、もう一度、まだ、はい、なので、うん、宿題終わってない子はまだ一言こう答えてください。はい、学べましたか、大丈夫ですか、はい、今日は宿題、ま、顔がメインなんだよ。表情も大切ですからね。宿題終わった後、でも手話ですから。まだをお伝えしました。ぜひ皆さんも手話でコミュニケーションを取ってみてください。以上、手話ワーワーのコーナーでした。